バンコは、ドイツ・ベルリンの西部シュテーグリッツ・ツェーレンドルフ区に位置する湖。日本語ではドイツ語をそのままにバンゼーとも呼称される。なお、ドイツでの正式名称は、グロサー・ボンゼであり、直訳すれば、大バンコとなる。ベルリン中心部からSバーンで30分程度の位置にあり、最寄り駅は同名のバンゼー駅である。ベルリン西部の日光浴やレクレーションスポットとしてよく知られている。夏は湖水浴やボートなどを楽しむ姿が目立つが、冬は完全凍結することが多く、スケートやウィンタースポーツを楽しむ姿が見受けられ、四季を通じてベルリン市民に親しまれている。1929年から30年にかけて作られたバンゼー湖水浴場はヨーロッパで最も長い内陸ビーチの一つである。湖の近くにはベルリン日本人国際学校が存在する。劇作家ハインリヒ・フォン・クライストは1811年11月21日、バンコ南方に続く小バンコ湖畔で愛人の人妻、ヘンリエッテ・ホーゲルと共にピストル自殺を遂げた。1942年には、湖畔の邸宅で、ヒトラー政権の高官らによるバンゼー会議が開かれた。ありがとうございます。